064-556。ピット。こちらは心の健康相談統一ダイヤルです。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。また、お住まいの都道府県庁でも各種相談窓口を開設しておりますので、これだぞ。よろしければお問い合わせください。事実かもしれない。こちらは心の健康相談統一ダイヤルです。これマジ腹が立つな。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。ちょっと待って、これ。またお住まいの都道府県庁でも各種相談窓口を開設しておりますので、よろしければお問い合わせください。は？何時に電話してもこれでした。ふざけんなよ、マジで。ちょっと待った。とりあえず心の相談、健康相談統一ダイヤル、1回目これ失敗ですね。じゃあもう一つ、寄り添いホットラインというところがあるので、これフリーダイヤルですね。電話してみましょう。0120-279-338。279-338。ペッ。ピッ。これ24時間。寄り添いホットラインです。24時間らしい。9月末まで、より多くの方の相談を受けるために、初めてお電話する方がつながりやすくなるように、設定を行っています。暮らしの中で困っていること、悩みを聞いてほしい方は1を押してください。その他、1。ご理解ご協力をお願いいたします。おい待て待て、あー切られた、強制的に切られた。は俺初めてなんだけど。おいこら、何がお前か、優先的に回線がうんだらかんだらだよお前。俺初めてなんだけど、繋がんなかったんだけど、死ねえよ、くたばれよこいつ、ふざけんなよ。命の電話。じゃあ、統一ダイヤルじゃなくて、命の電話に、じゃあ、かけてみましょう。命の電話。命の電話ね。今話題の。これは0570-783-786です。命の電話です。ただいまおつなぎいたしますので、そのままお待ちください。なお、この電話はかけ放題などの定額制の料金設定は適用されません。ナビダイヤルでおつなぎします。最大で20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。20秒10円とかたっけ。
変お待たせして申し訳ありません。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。は？大変お待たせして申し訳ありません。は？恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。は？あ、切られた。はい？はい？あれれ？あれれ？おかしいぞ。次はね、0120のフリーダイヤルの命の電話にかけてみましょう。0120の783の556。大変お待たせして申し訳ありません。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。は？大変お待たせして申し訳ありません。ちょ恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。うわー、また切られたよ。はあ、これはひどい。これはひどい。で、チャイルドラインってのが、18歳までの子供がかける電話です。これ前かけたら、つながったんですよ。これはつながったんで、チャイルドライン。これ、昨日だか一昨日だか電話したんだけど、ちゃんと、つながった気がする、確か。確か。確か。一応電話してみっか。俺、18歳なんでって言えよ。ワンチャン。18なんすよ。0120の99の777。7777です。繋がんなかった。繋がんないんだけど。なんで？これ俺の楽天電話のアプリがおかしいのか、これ。普通の電話、0120。楽天電話のあれだからか。あれ？出ないぞ。出ないっていうか発信できない。トゥルルルも言わない。なんで？わからん。もうチャイルドラインのうんたらかんたら出ないですね。出もしないというか、そもそもコールすらならない。謎の電話番号。フリーダイヤル。次は、じゃあ0120の、子供の、SOS 相談窓口。これ文部科学省です。0120の0の78310 P。 はい、24時間子ども SOS ダイヤルです。はい、こんにちは。あ、はい、はい、先ほどですね、ええ、命の電話とかにかけたんですけど、なんか、出なくてですね。なんか繋がんないみたいなんですよ。で、ちょっとこっちに電話かけたんですけど、
もうちょっとさ、ね、昨日竹内結子さんが自殺したっていうのがあったじゃないですか。ああ、ございましたね、ニュースが、はい、たくさん出ましたよね。それで僕もちょっと死にたいんですよね。ああ。ちょっとあんまり、生きる意味っていうのがよくわかんないです。ああ、でもいろいろと考えていらっしゃるんですね。どうしたらいいっすかね、これね。まあ、大変失礼ですけど、高校生の方ですか、大学生の方ですか。あ、大学生です。ああ、そうなんですね。あ、それでね、電話されたんですかね、うちの電話の方にもね。はい、そうなんですけど。そうなんですね。でもね、こちらね、相談を受けた相談員としては、やはり生きてほしいですよね。うん、何か生きる、あなたが生きるために何か応援できることないかなと思いますけどね。うん、家族もちょっとなんか、あんま相談できないんですよ。うん。それで、あとお父さんお母さんのことですか？ええ。友達もいないんで、うん、なんていうんですかね、なんか、コロナのあれもそうなんですけど、今まで生きてきて、なんか嫌なことしか起きてない気がするんですよね。それで、まあ、ちょっと、自殺しようかなと思ってて、で、いろいろと自殺の方法とかもインターネットでちょっと調べたりしたんですけど、なんか、自殺するにしたってなんか痛そうなんですよね。でどっちにしろ、だから今から生きていくにしたって、もう闇しか見えないし、かといって自殺するっつったとしても、なんか、痛そうなんですよね。首を切るとか、手首切るとか、なんかこの日本がもういろいろ調べたんですけどね、自殺がすごい、小学生未満の人でも自殺してたりするんじゃないですか。おかしいなと思ってるんですけど、まあ、しかもまあ、さっきも言いましたけど、命の電話なのにそもそも出ないし、出ないのがおかしい気がする。ですよ。根底停電でちょっとじゃなくて、初めからも出ない感じなんですか？なんて言いました？根底停電ないんで、初めからもう出てくれない状況なんですかね。ああ。回線が混雑してますみたいな感じ。ああ、はい、そうなんですよ。そうなんですね。どうしたらいいですかね、僕は。ああ、生き抜いてほしいなと思いますけどね。今、大学生いらっしゃいますか？ああ、はい。
大学の、あの、費用も、奨学金でやってるんですけど。ああ、奨学金でね。なんか、金返せるかなって。なんか、その、借金みたいなこと してるわけじゃないですか。うんうんうん。卒業して、就職して、返還するというですかね。まだ就職もしてないのに、なんか、うん、希望が見えないというか、人生に不安しかないですね。今あなたがお話しした人生の不安とか、はい、あのね、大学生活への希望とか、卒業後の希望とかね、その辺なかなか見出せないというその絶望感はね、すごく伝わります。またあのよくわかります、相談員としてもですね。そういう時期が出てきたので、人生の過程の中でですね。あの、あなたは、あの、はい、今までと、なんか、辛かったとことか なかったんですかね？あります、あります、あります。自分の人生そのものに、やっぱり、気を見出せない時期がありました。やはり、ちょうど10代後半から20代の、あの、前半ですね。すごく世の中がさまよってきたような気がしますね。で、その時やはり、一人で抱え込んでたなという感じがしました。友達もいないんで、あれなんで、誰も相談する人もいないんですよ。その時、少し今考えると、やはり少し、あれは考えなかったんです、あまり。この世の中から、命が、を、自分で、なく、という、考えはしなかったんです、出なかったんですね、しなかったんです。やっぱりその時なんかやはり、私のお金を毎日生きてるんだけど、その映画だけ見ましたね。なんかあの回線がなんか、そこ回線なんかおかしい。あ、そうですか。なんか声が揺れてますね、なんか。ああ、そうか、揺れてます。はい。なんか、あなたは何歳なんですか？あ、もう結構年齢いってますよ。ああ。はい。少しずつ行ってます。やっぱり、少しずつ近くなってます。その、自殺したいとかって思う人はやっぱりおかしいんですかね？おかしくないと思いますよ。あ、そうなんですか。人生の中で、人生の中で誰でも、どこでも、考えると。なんだと思いますね。そういう時期にぶつかる状況が生まれるんだと思います、人生の中では。中学生のね、意識にもありますし、現に、高校生の意識にもありますし、現に、そして若いね、韓国でも日本でも、20代、30代の今、あなた様がおっしゃった芸能界の方の、いわゆるネットグラフのね、なんか、苦痛というか苦悩とか、それ当たってるかも、当たってないかもしれませんけど、若い、方々が自ら命を絶つという、ことがね、ちょっと続いてますよね。そしてまたそのコロナの中で今の大学生が、苦悩の一つに、大学を中退して、就職活動に多く見れてるという報道も、見ました。高校生の方もすごく例年より、就職活動に苦労しているという話も聞きました。そういう中でやはり、高校卒業後、大学卒業後、今の自分の人生にね、やっぱり、目標を見出せない。ということで、やはり、すげえ揺れてんだけど。
めちゃくちゃ揺れてんだけど、もう切ったわ、もう。なんだこれ、何言ってるか全然わかんねえわ。完璧にわかんねえ。もうダメだ。わからん。揺れて、揺れまくりでわけわかんねえわ。わけわかんねえわ。もう何言ってるかわかんねえ。もうなんか外国人っぽかったんだ、なんか。今の外国人っぽかったね。なんか外国人じゃなかった、なんか喋り方というか、すげえなんか声がで揺れまくってさっぱりわからなかったよ。まあ、いいか。今電話かけたのが、これ文部科学省ですね、これね。文部科学省ですよ。厚生労働省のとこ全然あれだな。今のやつ、子供の SOS 相談窓口ですからね。で、フリーダイヤルですね、これね。フリーダイヤルの0120の、これですね。ここは出るんだな。厚生労働省のやつは出ないのかな。子供の人権110番。法務局、地方法務局の職員、または何とかかんとかが皆さんのお話を聞いてどうしたらいいか一緒に考えます。これもフリーダイヤルですよ。かけてみましょう。0120-007-110。あ、これ無理だな。子供の人権110番です。本日の相談は終了しております。ほら、終わったわ。相談。5時15分までだ。ダメですね。ということで、あらかた、電話したんですけれども、結局つながったのは、子供の SOS 相談窓口というところです。そこだけですね。うん。これ、どうしよう。次、じゃあもう一回またかけますか。0570。0570の064の556。こちらは心の健康相談統一ダイヤルです。なんかまた揺れてんだこれ。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。またお住まいの都道府県庁でも各種相談窓口を開設しておりますので。出ないですね。よろしく。これも出ないですね。やっぱり出ないですね。次、フリーダイヤル。0120-279-338。338。寄り添いホットライン。寄り添いホットラインです。9月末まで、より多くの方の相談を受けるために、初めてお電話する方がつながりやすくなるように設定を行っています。だから俺は暮らしの中で困っていること、悩みを聞いてほしい方は1を押してください。その他、次の相談も受け、1。ただいま回線が大変混み合っております。9月末までは初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。いやだから一人でも多くの方が相談につながるようご理解ご協力をお願いいたします。ただいま回線が大変混み合っております。だから俺9月末までは初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。一人でも多くの方が相談につながるようご理解ご協力をお願いいたします。切られたしできてねえじゃん。出ねえじゃん。
厚生労働省クソかよ。クソすぎないこれ。厚生労働省クソすぎない。ちょっともう一回、今のやつ、もう一回電話かけろ。違う、間違えた。0120-7、ん？寄り添いホットライン279。338。これさっき何番を押してくださいみたいな。寄り添いホットラインです。2番とか押して。より多くの方の相談を受けるために、初めてお電話する方がつながりやすくなるように、設定を行っています。いや、設定されてない。暮らしの中で困っていること、悩みを聞いてほしい方は1を押してください。その他、次の相談も受け付けています。日本語の分からない方は2、ドメスティックバイオレンス、性暴力など女性の相談は3、性別の違和や同性愛などに関わる相談は4、自殺を考えるほど思い悩んでいる方は5、被災後の暮らしで困っている方は8、押してください。じゃあ5、自殺。自殺です。ただいま回線が大変混み合っております。自殺、自殺。9月末までは、初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。ええじゃねえかも、ほら。一人でも多くの方が相談につながるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。ただいま回線が大変混み合っております。9月末までは、初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。出ねえじゃん。一人でも多くの方が相談につながるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。切られた。次にじゃあ命の電話、また命の電話、0570、783-783-556、ナビダイヤルです。命の電話です。ただいまおつなぎいたしますので、そのままお待ちください。なお、この電話はかけ放題などの定額制の料金設定は適用されません。ナビダイヤルでおつなぎします。最大で20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。お待たせして申し訳ありません。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。大変お待たせして申し訳ありません。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。あ、また切られた。また出ねえじゃん。次へ、命の電話のフリーダイヤル。0120-783-556。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。はぁ？出ねえぞ。マジで。これみんな知らねえんじゃねえの？もしかして。これさ、命の電話にさ、ほら、ニュースとかで今やってたけどさ、ね、自殺の中したいとかいう人は命の電話にかけましょうとかって書いてあるじゃん。
かけてんのに出ねえんだよ。おかしくないこれ。おかしくないかこれ。出ないぞ。大体。意味ないじゃん。何のための。064556意味ないじゃん。こちらは心の健康相談統一ダイヤルです。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。ダメだこりゃ。恐れ入りますが、下で使ってからお書き直しください。ダメだこりゃ。またお住まいの都道府県庁でも各種相談窓口を開設しておりますので、よろしければお問い合わせください。こちらは心の健康相談統一ダイヤルです。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。またお住まいの都道府県庁でも各種相談窓口を開設しておりますので、よろしければお問い合わせください。これリダイヤルってどうやってやるんだっけ。なんかやり方わかる人いる。ピッてあのワンプッシュでリダイヤルみたいなないか。スマホではないか。リダイヤルボタンって昔あった気がするけどな。じゃあ次、フリーダイヤルの寄り添いホットライン279の、338。もうみんな知らねえんじゃねえな、この事実。寄り添いホットラインです。9月末まで、より多くの方の相談を受けるために、初めてお電話する方が伝わりやすくなるように、設定を行っています。暮らしの中で困っていること、悩みを聞いてほしい方は1を押してください。その他、次のただいま回線が大変混み合っております。9月末までは初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。一人でも多くの方が相談につながるようご理解ご協力をお願いいたします。ただいま回線が大変混み合っております。9月末までは初めての人を優先する仕組みを試行的に実施しています。一人でも多くの方が相談につながるようご理解ご協力をお願いいたします。はあ、はい、命の電話です。ただいまおつなぎいたしますので、そのままお待ちください。なお、この電話はかけ放題などの定額制の料金設定は適用されません。ナビダイヤルでお伝えします。最大で20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経って
からかけ直しください。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。ユッキーさんのライブ見てる方の中にもし本当に苦しんでる人がいたら自分の住んでいる役所に電話してみてください。私は翌日行き直接聞いてくださり、自宅が近い精神科を教えていただきました。地元地域にある非団体ボランティアも教えていただけます。全くこれ命の電話意味ないじゃん。これフリーダイヤル。フリーダイヤルの命の電話。783-556。出ないじゃん。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。はあ、恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。ダメだこりゃ。無駄くさいですねこれね。無駄だよこれは。これ何のためのこれ税金なんだこれ。税金でこれやってんだろ。何もかかんねえじゃん。ダメじゃん。本当にミサさんの言う通りだった。マジで何にも、あれだ。これ後であれしよう。編集してちょっと動画あげよう。ひでえな。だって電話しても結局繋がんないでしょ。繋がんないんだもんだって。じゃあ何か回線がパンクしてんのか。どちらにしろ、だから意味ないよ。何かけて何 ?100 分の1ぐらいの確率で当たるのか。当たるのを待つか。何回もかけ続けるか。しばらく経ってからつっても大体かかんねえかんな。でナビダイヤルで、どんどん金かかるみたいな。何度もかけても全然出ない。お話になりませんね、これじゃ。お話になりませんな、これじゃ。厚生労働省クソだな、何の対策もしねえぞ。対策もクソもないよ。これひどい、ひどくない、これ。命の電話の実態ひどくない。命の電話の実態ひどくない。だだよこれ税金。あ、米が下げた。本当に手を差し伸べてほしいときにそのかからないループひどい、ね、クソだ。意味ないじゃん、意味ないじゃん。完全何の意味があるのこれ。電話に誰も電話。意味ねえな。何が命の電話なの。バカじゃねえ。もうダメだ。この国腐ってる。完全に腐ってるぜ。腐ってやがる。
話にならん。リーズ何も対策してないのと一緒だよこれ。だって専用のその窓口さ作ってもさ電話しても出ないんだもん。意味ないじゃん。載せてる意味ないじゃん。そこ厚生労働省のサイトさ、電話に繋がらないでさ何の意味もないじゃん。頭おかしいのかな。厚生労働省の責任者誰だ。これ厚生労働省にクレーム入れればいいんじゃない。逆に逆転の発想。厚生労働省にクレーム入れようか。クレーム入れるか。まあ今はもう絶対やってないと思うけど、明日あたりクレーム入れてみっか。問題、大問題ですよ、これ。これ大問題だよ。実際。だって対策してないのと一緒だもん。出ないんだったら。一緒だよ、これじゃ。厚生労働省電話平日18時15分までらしいです。ちょっと明日あたりかけてみるか。こいつ履歴残しとこう。ふざけやがって。03-5253-1111。これじゃあ自殺が減らないわけだ。バカバカしい。これいつになっても自殺は減らねえわけだよ、日本から。はあ。